はい、こんにちは、七尾です。今朝、どんな時も Wi-Fi から、連絡が来ました。どんな時も Wi-Fi、 10月31日をもって無制限プランの廃止を正式発表しました。まあ、いろいろ噂の流れていたどんな時も Wi-Fi ですけれども、今朝メールが届きまして、事業から撤退かと思いましたけども、実際はそうではなくて、無制限プランを廃止して代替プランへの提案でした。代替プランに納得できない方は無料にて契約解除ということです。そしてですね、その代替プランなんですけども、多数用意されていましてね、5つ用意されています。まず1つ目、モバレコエアーとデータ30ギガの特典、家でも外でも使い方向けですね。キャッシュバックが最大5500円、契約期間が2年の自動更新で最大2ヶ月最初、月額料金は最大2ヶ月1970円、3ヶ月目からは3344円、25ヶ月目以降が4880円。そして、契約解除料が9500円です。この金額は全て税抜き金額ですね。そしてプラン2がモバレコエアー単体ですね。これが、キャッシュバック最大15500円、契約期間が2年の自動更新です。最大月額料金は最大2ヶ月1970円、3ヶ月目以降が3344円、25ヶ月目以降が4880円です。契約解除料が9500円となっています。まあ、データ容量の制限なしですね、これも。3番目のプランがソフトバンク光になっています。キャッシュバックが、2万9000円ですね。で、契約期間が2年の自動更新、月額料金が戸建て5200円、マンションが3800円。まあ、当然データ容量制限なしですね。で、契約解除料が9500円になっています。4番目の提案が、ブロードワイマックス、キャッシュバック最大11500円。これも契約、こちらは契約期間が3年の自動更新になっていますね。で、月額料金がご利用開始月が2726円の日割りということです。で、1ヶ月目、2ヶ月目が2726円、3ヶ月目から24ヶ月目が3411円、25ヶ月目以降が4011円ですね。データ容量が月間制限はないですが、3日で10ギガの制限があるということです。契約解除料が最大1万9000円となります。そしてプランの最後ですね、プラン5がどんな時も Wi-Fi ライトプラン30ギガということです。キャッシュバック対象外で、月額料金が3480円、契約期間はなしということですね。そして、データ容量月間30ギガまで、1日の5ギガ制限がありということです。そしてこれは契約解除料はなしですね。まあ、この辺はちょっとかなり変わりましたね。まあ、実際他社と比べてみてどうかというところはですね、このあたりは。ということなんですけどね、我々25ギガ組はまあどうなるのかなという感じです。このままなんですかね、我々も1日の制限が課されるのかちょっと分かりませんけども、まあ、また何か変更事項があれば、まあ我々のところにも連絡があると思いますので、まあそれをまた待ちたいと思います。ということでね、今回は、どんな時の Wi-Fi が、10月31日をもって無制限プランを廃止して代替プランを発表したというお知らせでした。どうもご視聴ありがとうございました。